からん、前乗りか当日か分からんけど、予定は行く予定です。ジンさん、ダイシャハさん、ミッチーさん、おひつりさん、今日はこんな服です。ブーちゃんさん、イズキュンさん、ありがとうございます。ありがとうね、みんな。あー、もう2アウトじゃん。あと1回アウト取ったら日本勝ちです。いや、すごかったんよ、本当に。最初から見てたんだけど、いや、今日本当に見れてよかった。すごい燃え上がってるんですよ。あさみさん、ありがとうございます。いずきゅんさん、のんちゃんさん、ハートありがとう。あー、まみしばさんも落選、プチーありがとう。そんなにいっぱい、じゃあみんなあれだね、あの抽選してくれてたんだ、ファンミ。まあ、今回50人の方やからね、またお会いしましょうね。 HK さん、ゆいさん、おばばさん、さわおさん、たけるしさん、ありがとうございます。ありがとう、今日はちょっと早めに、ありがとうね、のりたま、ありがとうございます。日本勝ちました、おめでとう日本。うわー、すごい。最後上野選手がね、投げられたね、勝ったねー。あー、これはすごい。さとしさん、ありがとう、当選しましたって言ってくれてるファンミー、楽しみ。エイジさん、こんばんは、ありがとう。オラフは今ここにいます、ここにいます。ちょっと今日はうるさいかなと思って、後ろが。ラーさん、のんちゃんさん、ありがとう。ドナルドさん、ムラピーさん、ノムさん、ストリートくん、小江さん、ありがとう。大将さん、祭りだ、ありがとうございます。あー、ダシャさん、本当ですか、またお会いしましょう。ケンスケ、ありがとう、今日は一つにしてみました。のんちゃんさん、いずきゅんさん、のむさん、祭りだ、ありがとう。にじいろさん、こんばんは。大垣さんに、長野のかずさん、ひろひなさん、あきやん、けんじ花束、ありがとうございます。あきやん、祭りだ。けんさんもだ、祭りだ、ありがとう。お、とろけるさん、こんばんは。ロッピーさん、大阪ブルースさん、こんばんは、ありがとうございます。今も車で移動ですかって、今は東京は飛行機で行ってます。あとはだいたい車で行ってるかな。まあでも、もうここ1年2年ぐらい県外に滝山で出てないけどね、出るとしたら車だと思います。東京は多分飛行機かなね。え、金メダル、ケンさんもお会いしましょう、ぜひ。ワンガンさん、よっしゃー、のりたま、花束ありがとう、10個も。ブンブンさん、こんばんは、ありがとうございます。あら、今日も来てくれて、ブンブンさん。ごえもんさん、宮内さん、ありがとう。やったー、ねえ、みんな見てましたか。私ずーっと最初から今回見てた、キャーキャー言ってました。もう1点取った時のあの喜びがすごかった、めっちゃ喜んだ。おさぴさん、メダル、金メダルありがとうございます。勝ったね、すごいことよ本当に。あー、みんなさんかっこよかった本当にケンさん、バラありがとう。パパさん、こんばんは。あ、リュウさんも金メダルありがとう。アダさん、こんばんは、ありがとうございます。ラスカル、ほんとだ、かわいいアバターね。あさみさん、勝利あ、コータルさん、ほんまにあれや、抽選してくれとったね、参加してくれとったね。おっきいさん、ひなほ城にテレビ最近置きました。もうやることが なさすぎて、モニターを、あの、あったやつなんですけど、こっち持ってきて一個見れるモニター、テレビのモニター、あとはね、線つないでやったら映るので。
めっちゃ最近よ。でもここでも見れるようにして。ワンガンさん、金メダルありがとうございます。パパさん、ハートありがとう。あ、イズキュンさん、風船ありがとうございます。ルルンルン。ねえ、マササーティワンさん、今ちょうど見てました。ちょっと音消そうか。音消して消しときましょう。ヤマピー、こんばんは、ありがとうございます。ちょっとあれ流れてない、これ。あ、流れた流れた。オッケーオッケー。あちいけリンスさん、まゆまゆさん、大工さん、ノースリーブ好き。あ、本当？今日はノースリーブです。まゆまゆさん、あ、言ったね、これ。クラッシャーのぶさん、カニさん、ありがとうございます。マダオさん、白熊さんね。いや、明日の高校野球ドキドキですよ、本当に。明日は見ますよ、母校が決勝進んだんで見ます。楽しみだな。おひつりさん、プチありがとうございます。あ、お疲れ様、ワクチン打ってきたんや。言っとったよね、昨日。よきよき、ありがとうございます。大垣さん、日頃の行い悪いの？いいでしょ。ファミ落選しました、ほんまに。またお会いしましょう。結構落選した方多いな。大阪も車よ。あの、行く時があったら名古屋も車だと思います。うん、より遠くなると多分飛行機かな。お寿司さん、ありがとう。にじろさん、祭りだ、ありがとうございます。鳥取は愛媛と違って日暮らしが泣いてる。愛媛のセミの鳴き声と違う。え、日暮らし泣いてるんですか？そうなんや。どんなやったかな。ね、セミと違うよね。ぬくもりさん、プチー、ありがとうございます。津田博文さん、ありがとうございます。そうなんや。なでしこジャパンさんの方は見てなかったな。まーちゃん、祭りだ、ありがとう。昨日の夜めっちゃ眠いのに胃が痛くて眠れんくて、生涯で一番辛かったんようで。え、大丈夫？お大事に。胃が痛いのはなんでやったんやろ。ひろひなさん、プチ、ありがとうございます。ね、金メダルの瞬間見れましたね、皆さんと。すごいな、本当に。津田ひろふみさん、ひろひなさん、祭りだ、ありがとう。ダーシャハさん、風船、ありがとう。あ、ジャンさん、かおりさんのルームより、プチ、ありがとうございます。こんばんは。ひとみさん、ありがとうございます。そうなんです、高校野球明日決勝です。ね、あの、こないだの準決勝の時も見てたんですけど、すごいチームワークがいいみたいだからね、すごいすごいですよ、本当に。楽しみです、明日本当。おひつりさん、バラありがとう。くにさんがソフトボール見てて鳥肌立ちすぎて鳥になったらしい。それね。ひろぽんぽんさん、かじやまさん、じょうしたさん、ありがとう。ルートさん、ありがとうございます。あださん、祭りだ、ありがとう。おかむさん、今日はのすりです。大文字のまささん、こんばんは、ありがとう。あ、けんすけセミ、ありがとうございます。あー、ほんと、またお会いしましょう。外れた方結構いらっしゃるな。昨日金メダルを取った卓球の伊藤選手が今日の昼にはシングルスの試合に出てて。え、そうなんや、大変や。そっか、ダブルス出られてる方でシングルスも出られてる方おるよね、多分。なかなか。そうそう、福岡も車ですね。福岡は確か船に乗って、車で行って船に乗せて車を行くっていう感じかな、九州の方は。ひろひさん、こんばんは。おひつりさん、ハートありがとうございます。あ、大工さんも本当。またまたファンミ来てな。
まみしばさん、セミありがとうございます。そうだよ、みんなその前の日にはツアーファイナルがあるからね。そこでお会いできる方はぜひ楽しみましょう。おひつりさん、ジジーハートありがとう。ぬくもりさん、セミありがとうございます。嬉しい。あら、ありがとうございます。ジジにケンさんハートありがとう。あ、レインボーストームだ。ジジありがとう。ケンジセミありがとうございます。たくさん。声差しさんにマイカグラさん、セミありがとうございます。嬉しい。ひなおちゃんの後輩球児頑張れって。さすがにひなおちゃんが知ってる後輩ちゃんおらんよね。あ、うん、おらんけど、同級生、同じクラスやった野球部のこの弟くんが多分今年1年生でおると思うんやけど、でも入ってるか分かんないね、ベンチに。どうだろう、入ってないかな。あ、グッチフルありがとう。待って、あ、グエコ、待って、いる、グエコ、あ、いました。早いね、いつも。ありがとう、グッチ、いつもほんまに早い、ありがとね。あ、すきぐちゃんさん、暑かったね、今日。気をつけましょう、みんなね。お部屋が一番涼しい、本当に。サカピーさんね、嬉しいですね、本当にメダル取れたの。ヤマピー、ウレピー当選してくれたのか。あら、ケンジもありがとう、当選楽しみましょう。おサピーさんかわいい。 MJ さん小判ありがとう。竹パパさん、おくま、おくまありがとうございます。新しいおくまいただいてありがとう。じゃじゃん。ローマ字のマサさん、めっちゃハートくれてありがとう。 HADO さん、ありがとうございます。あ、これ審査員のクマか、審査員クマ。秀幸さん早い、ありがとうございます。スターダスオーバーフロー、星屑が溢れて世界が破裂してしまう前に、 I can help falling into dark。 ありがとう。ヒロ君ずっと見てたよ、女子ソフト、めっちゃ感動したど、本当に。ヒロ君いらっしゃい。竹パパさん、カウントとプッチありがとうございます。大文字のケイさん、セミありがとう。フジモンさんに、ローマ字のマッサさん、フローありがとうございます。今日も浮雲さん、お、ナナハちゃんのルームよりカウントありがとう。ドナルドさん、セミありがとうございます。ヒロシさんもカウントありがとう。新一祭りだ、ありがとう。トゥルルトゥトゥルル、今日はノースリーです。長いワンピース着てます、今日は。ひろくん、クオンさん、はじめまして、ありがとうございます。武田ひなほと申します。おひつりさん、セミありがとうございます。あ、よろぴく。楽しみです、ファンミ。あ、おばばさんも、ありがとう、早いね。かずやさん、こんばんは、ありがとうございます。あ、サッカー女子は見てなかったな、今日。ソフトボールしか見れてなかった。そうなんや。決勝トーナメント進出やったよね、サッカーも。みんなすごい、本当に。ユッキーさん、こんばんは、ありがとうございます。ワンガンさん、セミありがとうございます。ボイチェンでソフトボールをお祝いしてくれ。ほんまにかっこよかった。その日暮らしさん、プチありがとう。あゆきーさん、だるまにハートありがとうございます。 MJ さんもハートありがとう。ひでゆきさん、
音符ありがとう。アントワーヌさん、ヨッチさん、こんばんは。ありがとう。あ、リラクマさん、ぜひまた応募してくれたら嬉しいです。ノンさん、エイジさん、セミありがとう。ノブさん、フル。花屋の店先に並んだいろんな花を見ていた。人それぞれ好みはあるけど、どれもみんな綺麗だね。ありがとう。若い人ほど そうなんや、副反応が出るらしいけど、軽い副反応が出る僕は若いということですが、大丈夫ですか？おひつりさん出てるの？熱とかかな。でもあんまり関係ないような気がするんやけど、それそうなんかな、若い人ほど出やすいのかな。あれかな、抗体が、体の中の抗体が強いからかな。のぶさん、じゃあにゃん隊長、祭りだ、ありがとう。まーちゃん、カウントありがとうございます。86さん、こんばんは。これからの注目の競技ですか？なんだろう、今何が途中でやってるのかな。あのスケートってあるよね、多分。それもめっちゃ見たいんよな。に隊長、金メダルありがとうございます。コージー、プチー、ありがとうございます。あー、やるんじゃないかな。11月やろう、竹山の生誕祭。こないだ12月にあったんだっけ。11月、あ、そうそう、大生誕祭がね12月だったけど、11月11日が竹山生誕の日なんで。辰野倉さん、こんばんは。健介フルー、ありがとうございます。今日もファンクラブの動物写真いいねって、そういつも撮ってくださってる方がいらっしゃるんですよ。あ、そうです、あのカメラでお仕事されてる方です。動物園の写真。ヨッピーさんフルありがとうございます。ユッキーさん、プチありがとう。ワンガンさん、祭りだ、ありがとうございます。タツケンさんフルありがとう。タツケンさん、リオさん、こんばんは、ありがとうございます。ユウイチさんフルありがとう。おひつりさん、ダルマ、ありがとうございます。浅はかなヒーローさん、カウント、ありがとう、こんばんは。ちなみにファンミってどんなことするんやろ。焼肉パーティーとか一緒に花火とか。あ、ファンミね、あれです、あの今回の、いつもね顔だけじゃないもんっていうラジオを撮ってるじゃないですか。あのそのラジオの公開収録で皆さんに集まってもらって、そこでなんかみんなからも質問をその場で受けたりとか話したりとかして、なんかラジオ一緒に作っていくっていう感じっていう風に聞いてる。そう、公開収録やね、毎週流れてるラジオの。あ、ひろくん、プチありがとう。明日からお仕事頑張ってね、ありがとう。大将さんフルありがとうございます。すごいね、今日からもう一つ仕事することになりました。だってすんごー。頑張ってね、お仕事行ってらっしゃい。めっちゃ忙しいじゃんそれ。すごい。小石さん音符。コージさん、こんばんは、ありがとうございます。ひろひなさん、祭りだ、ありがとうございます。ローマ字のカズさん、こんばんは。あ、おさっぴーさん、セミありがとうございます。あー、10時半やと思っとったかな。ありがとう。なんなん、ワンガンさん、猫のハートのやつありがとう、かわいい、ありがとうございます。やっぱり古賀選手があんまり良くないのかな。怪我してたよね、あの時見てた。そうなんや。オリンピックテレビで観戦するとき夏2画面にして応援してます。すごい、ひとみさん、いろんなチャンネル見てるってことかな。
いや、桃田選手頑張ってほしいです。見たいですね。カリタン、カウントありがとうございます。そうそうそう、アズニャンと同じお誕生日なんだよね、ぬくもりさん。でなんか前に誰かにね言ってもらって、アズニャンと一緒なんやと思ってて。イズキューさん、ダルマレンジャーありがとうございます。あ、本当に硬い隊員か、おしつりさん。そうか、みんな肩痛いって言おるね。大丈夫け。ポツ姉さん、こんばんは。サトシさん、カウントありがとうございます。え、いいね、エアコンつけてホットミルク、いいな、ミルク。明日朝部活早いのでもう寝ます。あら、クオンさんは学生さん、いってらっしゃい。すごー、何の部活なんじゃろう。スケーターは、あ、冬季、冬なんだ。そうかそうか、見たいな。え、イズキュンさん、新田高校必勝祈願のだるま送っといたよって、ほんまに？ありがとう。村ピーさん、フルありがとうございます。ありがとう。雑貨屋さん行くときも緊張するって。雑貨屋さん、雑貨屋さん行くとき特にせんかも。ジージフル、ありがとう。ありがとうございます。あ、本当、やっくん楽しみです。ファンミー、ありがとう。わあ、グッチも本当ですか。お大事に、副反応出てるで。いや、2回目、ほんまに。そうそうそう、公開収録。お、トキキさん、フルーありがとうございます。大勝さん、カウントとセミありがとうございます。かんちゃん、お、フルーありがとう。かんちゃん、豆柴さんもフルーありがとうございます。トリプルワークの大将さんにデラックスひなよしんご、ほんまやね。トリプルワークの大将さんにデラックスひなよしんか。ポツネイさん、プッチーありがとうございます。ジジ、お、お弁当箱ありがとう。おさっぴーさんも花束ありがとうございます。ケンスケ、かわいい、ありがとうございます。あら、ハイビスカスもんじゃ、ありがとう。おー、しんいち待ってます、ありがとう。フルとファンミ、ありがとう。大工さん、カウントとフルありがとうございます。ファンミ外れた方に、よしんごよしんご、またお会いしましょう。お会いしましょう。また公開収録とかだったらできるかもしれんからに、あの、毎週やるやつとかもできたらいいんですけど。小久志さん、フルありがとう。小久志さん、マサさん、バラニー、アントワヌさん、風船ありがとう。ユッキーさん、セミありがとうございます。ハゲさん、こんばんは。今起きました、おはよう。おはようございます、ごめんなさい、起こしてしもうて。大文字のケンさん、フル光る流れ星に届け、きっと毎日がハッピーデイズ。ありがとう。またお会いしような。てるてるさん、フルありがとう。てるてるさん、あ、そういうことか。伊豆急さん、ありがとうございます。誰もにこうメイツゲート送ってくれたんか思った。いや、ありがたい、ありがとうございます。新一祭りだ、ありがとう。ケンさん、小判ありがとうございます。大文字のケンさん、
フェルナンデスさん、こんばんは。ありがとうございます。カノーさん、ダルマレンジャーありがとう。マイカグラさん、フルありがとうございます。マイカグラさん、2回目がやばいらしい。しかも出る確率が高いらしいね。私の周りもすごい2回目で副反応が出てる方が多いみたい。うん、でも割とこう1日2日くらいで熱も下がって楽になる方が多かったりとか、全く出ない、副反応出ない人もいるみたいやけんね、分からんけどね。直也さん、こんばんは。ケンさん、だるまありがとうございます。ダララーン、直也さんありがとう、嬉しい。直さん、私もソフトボール見てました、ずっと。あみなにさん、ハートありがとう。小久志さん、だるまレンジャー今日もありがとう。そうそう、明日10時からみたいだね、あの野球、高校野球ね、決勝。おひつりさん、フルありがとうございます。愛してるの言葉じゃ足りないくらいに君好き。愛してるの言葉を100万回君に送ろう。ありがとう。小久志さんに、おひつりさん、こんばん。おう、先行おじさん、副反応で肩上がらないよって言ってる。おう、マレーさん、こんばんは、ありがとうございます。あ、だって青メガネさんがワクチン打ったとこ痛いのはチップ貼ると楽になるよって言ってる。あ、そうなんや、かかりつけ医の指示だから正しい知識よって言ってる。だってワクチン打ったとこ痛い人はチップ貼ったら楽になるみたいです。あら、素晴らしい情報。痛い方が多いみたいだ今。サカピーさん、フルありがとうございます。本当ですか。黒沢さんがロンロンで対局していた時、ひなほさんが観戦していたことをツイッターで触れてました。嘘、それどこで見れるんだろう。そう、昨日ね、夜中の1時前ぐらいかなに黒沢さんがロンロンにいらっしゃって、でちょうど対戦されてたから、あの観戦できるんですよね、ロンロンって。あの勉強させてもらおうと思ってね、見させてもらってたんですよ、黒沢さんに。そう、私以外にも何人か見ていらしたんですけど、見させてもらってました。新一風船ありがとうございます。まゆまゆさん、セミありがとうございます。ぬくもりさん、フルありがとうございます。ボーイちゃん、低い声でこっち向いてって言って。ぬくもりさん、ぬくもりさん、こっち向いて。ぬくもりさん、こっち向いて。はい。え、ゆきさん、ありがとう。楽しみですね、ファンミー。三等賞さん、フル、ありがとうございます。ありがとう。ペロリンってドラゴンさんが。ペロリン、小久さん、音符、MJ さん、ハート、ありがとうございます。あら、モッチーさん、本当だ、2回目ありがとうございます。訪問プチまでありがとう。ゴエモンさん、祭りだ。小久さん、音符、ありがとうございます。ケンジフル、ありがとう。ケンジ、月さんだ、こんばんは、ありがとうございます。おさぴさ、ハート、ありがとうございます。あ、SNS で見たの？シップ、ラララララ、カノーさん、ほぼフル、50ダルマレンジャー、奥様もフル
ありがとうございます。ワクチンはモデル、ファイザーでも副反応違う。モデルナ、あれか、待って、モデルナの方、違うやつよね、もう一個の方よね、多分。副反応違うみたいねって言ってる。そうなのか。ワクチン接種、先週やっと届いたばかりで、予定的に1ヶ月後くらいになっちゃう。ほんまですか？私もまだ。これ地域によって違うのかな？届く時間とかが。そうなんかね。あ、虹色さんフル。ありがとうございます。今僕たちはあの夏を越えてゆく。新しいスタートは初めての連続で。こっち向いて怖すぎね。かっこいいですよね、黒沢さんの打ち方。すっごい大好きです、私。賢者お弁当箱ありがとうございます。想像以上に怖い。ローマ字のマスさん、レインボースターありがとう。リュウさんフルありがとうございます。昨日ファイザーのワクチン、腕は痛いが指は動くから。ありがとう、手投げありがとうね、星投げ。そっか、腕痛い方多いね。アントワーヌさん、フルありがとうございます。ありがとう、待ってます。ファミ当選、ファミ当選してくれたらしい。お、ポップマスターさん、ファイティーン。2回目のワクチン。よっちゃん、カウントありがとうございます。え、今日スイカの日なの？あ、スイカ食べました。あの愛媛の最初の初日のライブの時にケータリングでスイカを置いてくださっとって食べました、スイカ。あの普通にこうちっちゃく切られとるスイカ置いてもらってた。あ、そっか、もう日本人の選手の方で金メダル10個もなってるのか、すごー。あきらさんこんばんは、ありがとうございます。ドワーフさん今日もありがとうございます。あ、接種券地域と年齢で違うのか、やっぱり。いや、そうなのよね、まだなのかな。でも鳥取と愛媛にも届いてたみたいで、サトシさんが言ってるな。そうなの。あ、ムラチンこんばんは、ありがとうございます。おかえり。え、ありがとう、振る舞い。いやい、ありがとうございます。愛してるを100万回送るには12日ほどかかるけど待っててくれますかって。12日で逆に100万回言えるの？すごー。もうそれ休みなく言うたらってこと？おひつりさん、かわいいまでありがとう。アマハー、いらっしゃい、アマハー、ありがとう。おわ、マダオさんもフル。ありがとう、しかも当選だってお待ちしてます、ファンミー。よきよき。山下さんこんばんは、ありがとうございます。ゆきさんありがとう。今日はワンピースです。あ、ローマ字のマスさん、ファイナルで待ってる。そうなんよ、ひろひなさんもみんな気をつけて、ほんまに東京の感染者数がもうすぐでほぼ3000人の2848人か感染者が出たということで。久保田義之さんこんばんは、あらなみカウントありがとうね。長月さんがね、そうなんですよ、昨日かな、最後のライブされましたよね、あのひなこさんと長月さんね。そうなんよ、昨日のあの有観客だったのかな、ちょっとお客さんもあんまり写真とか載ってなかったけど有観客っぽかったですよね。すごい、お会いできた人もおってよかったなと思って。
最後のライブやったんやったら。あ、ヤマピーフロー、ありがとうございます。ありがとう。もうすぐでなりきりひなほツイートでき、あ、ほんまに待ってます。何やったっけ、私の、私あれか、ノースショアのやつか。あ、ゆうなのさん、カウントありがとうございます。嬉しい。ひろくんありがとう。今日もお供とこか、ちょっと早いけど。ハラメタルフル、ありがとうございます。真っ白な粉雪、人は立ち止まり、心が求める場所を思い出すの。大文字の K さん、ハートありがとうございます。そうです、久保田さん、今日は一つにしてみました。ラララ、そんなの置いといたのよ。あ、やっくんフルありがとうございます。ありがとう。愛媛のみかんの歌ですか、それは。あれですか、あれ倒れとるの。みかんの花が咲いているってやつ、これ。ラララと、おひつりさん、ハイビスカスありがとうございます。ひでゆきさん、おさっぴーさん、おんぷありがとう。むらちんありがとうございます。ハゲさん、ありがとう。あ、ようちゃん、懐かしいね、それ。フル、ありがとうございます。よいしょ。ハロー、窓を開けて、小さくつぶやいた。How are you? 誰もいない部屋で一人。モーニング、朝が来たよ。土砂降りの朝が、チクタク。私のネジ、私のネジを誰か巻いて。新潟。ヤック、花束10個、ワンガンさん、祭りだ。ありがとう。ユースケさん、カウント、ありがとうございます。え、オカムさんのフル言えてなかった？私、ぬくもりさんが言ってくれてる。オカムさん、ありがとう、フル。ありがとう。のりたーまにドナルドさん、フルー、ありがとうございます。クロコで、お姉さ、お姉さま、おね、お姉さま、ジャッジメントですの。ジャッジメントですの。小石さん、オープン、ありがとうございます。ドナルドさん、よしんこのよしんこ、フルありがとうね。MJ さん、バラー、とろけるさん、ハイビスカス、ありがとう。アントワネさん、祭りだ。ありがとう。ヨコさん、プチー、ありがとうございます。時間があれば洋服の全身披露をお願いに行きますか。あ、全然。じゃあ今やりましょうか。ヨウちゃん、馬に、ありがとうくれてる。ありがとう。今日は結構長めのワンピースですが。あ、これあれですよ。あの、ウズミさんの、カメラマガジンの服載ってたやつですね。こんな長いワンピースになっております。これ全身がね、見えにくいんですよね、とても。よいしょ、上にしたら見えるかな。ネジもだね、こんな感じですね。これがなんかゴミがついてる。すごいこれ、なんか こんな感じです。よいしょ。
おい、照明がドームみたい。あ、これここかな。おっしゃるよね、確かに。あ、猫さん、フルありがとうございます。ありがとう猫さん。飛ぶってひろひなさん、ありがとうくれて、ありがとう、嬉しい。あ、かわいい、ありがとう。ヤクもかわいい、ありがとう。そう、私腕長いですかね。そうなんよね、腕は。そうなんよ、よく長いと言われます。たくさん降る、ありがとう。たくさん。あら、虹色さん、ハイビスカスリース、ありがとう。猫さん、猫に小判、ありがとうございます。え、その愛媛終わっちゃうかな。スタバのフラペ8月3日までって。あ、メガネさん、ようちゃん、かわいい、ありがとうね。お供タイムしようかな。ポップマスターさんに、タツノクラさん、フルありがとうございます。ありがとう、ノブさん、アメガさん、ありがとう。ボクシング強そう。やろうかな。いや、なんか運動はしたいなと思ってるんだよね。ヒロさん、カウントとフルありがとうございます。タツノクラさん、ハートと祭りだ、ありがとうございます。ストリートくん、バラありがとう。おさっぴーさん、レインボースターありがとうございます。ケンさん、レインボースターありがとう。はっ、メイチさん、おめでとう、ありがとうです。フルとファンミー、ありがとうございます。楽しみ。よし、なら今日のお供は新しいですよ、こちら、マルシボリ CC レモンソルティ、塩バージョンの CC レモンです。美味しそうやね、これ。国産海海海塩一つまみ、果汁 10% 未満です。塩レモン初めて見た、ほんと。では、いい音だ。音もある方、一緒に乾杯。うん、おいしい。あ、確かに塩の味がするな。でもレモンもあんまり酸味がそんなに強くなくて飲みやすいかも。結構 CC レモンってなんか酸味強いイメージあるんだけど、これはかなりマイルドにまろやかに作られてるな。飲みやすいです、とても。グビグビといける感じ。うん、炭酸もそこまで強くない感じかな。うん、美味しい。めっちゃキンキンに冷やしたらもっと美味しいだろうな、これ。新しく、あ、これ結構前からあるよ、このマグカップ。ほんのり塩味って、うん、まあそうだね、結構塩味効いてるかも。美味しいよ、とっても。お、のりたまバラありがとうございます。え、MJ さん、本当？今まさに飲んだとこって言ってる。コーフィーさん、ありがとうございます。のりたま、バラありがとね、ありがとうございます。そうそう、ソルティ系多いよね、夏は。やっぱり初めて見た、ほんと。買ってみて、これ。イズキュンさん、小判ありがとう。
あ、くーちゃんありがとう、今日も来てくれてお疲れ様。本当バンクーバーさん 2.5 週四捨五入フルありがとうございます。ピルクルもフルありがとう、すごいありがとうございます。あ、くさやん一周とカウント来てたのか、ありがとう、おやすみありがとうございます。シュートさんもちろんありがとう、ちょっとお久しぶりやね、シュートさん。え、それは美味しいのかな、しんいちチンスコーラテ、あの沖縄のね、あるよね。お、私それは好きなんやけどな。え、飲み物になったんや、甘そうやな。うん、美味しい。ゆっくりランキング見していこうかな、今日も。ドゥドゥ、いやー本当に良かったソフトボール、今ちょうどリプレイやってるね。どこだどこだ、はい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 、よいしょ、じゃあ今日はこれにしようか。急転直下決着ストーリー明けない遅延バイバイマイスイデイ。今日はスターダストオーバーフローでランキングを見していきます、ありがとう。無限ループがずっと続いてくないの、お兄さんさんこんばんは、ありがとうございます。では13位から、13位、ようちゃん、ありがとう、ようちゃん今日もありがとうございます、ちゃんお疲れしょん。12位、お、ジャンニャン隊長ありがとう、隊長お疲れ様、隊長ありがとうございます。11位、竹パパさんありがとう、竹パパさん団長ありがとうございます。10位、虹色さんありがとう、虹色さん10位、いつもありがとうございます。9位ローマ字のマサさんありがとう、ありがとうございます、いつもお疲れさん。8位おひつりさんありがとう、今日も男女ありがとうね、ありがとう。ラッキーセブン大文字のケンさんありがとう、ケンさん7位、明日はいい日になるぞーい。そして6位ケンジありがとう、ケンジ6位、お疲れ様。そして5位、お、小石さんありがとう、小石さん5位、いつもありがとうございます、お疲れ様。そして4位、お、ジージーありがとう、ジージー4位、いつもありがとうございます。そして3位、あぼん、ワンガンボーイさんありがとうございます、お疲れ様です、ありがとう3位。そして今日の第2位、あぼん、おさぴーさんありがとうございます、おさぴーさん2位、いつもありがとうね、ありがとう、お疲れ様です。そして今日の第1位、あぼん、やく、おー、ありがとう、やく1位です、ありがとうございます、ありがとう、お疲れ様です、やく1位です、ありがとう。2163名様たくさん来てくださってありがとうございます。毎日配信やってるのでよかったらルームフォローしてまた会いに来てくれたら嬉しいです、ありがとう。今日もお疲れしょー。ではでは最後カラオケを1曲歌って終わりにしたいと思います。
何でもリクエストしてください。リクエストタイム、用意スタート。あ、フェルナンデスさん、フル、ありがとうございます。北の国から、あー熱、あ、本当、ドリタマ飛んじゃったってって言ってる。え、ほんまに？それは申し訳ない。9位のりたま、ありがとう。ごめん、飛んじゃったんだよ、9位います。のりたま、たまに飛びます。マリーゴールド、かけろ、追いかけて走った、寂しくれにつまずいて転んだ。あれ、ペンが一瞬でどっか行った。あたたたた、オッケー。8月の幽霊、ハッピーもラッキーも全部溶かして、マリーゴールド、青函飛行、フライングゲットか、なるほど。プラネタリウム、変わらないもの、最後の雨、あの夢をなぞって、ライオン、花火、夏の星座にぶら下がって夜にかける、アニラジさん、いらっしゃい。君と夏フェス、秋山さん、セミありがとう。ドライフラワー、栄光の架け橋、夜明けとホタル、いいね。君はロックを聞かない、 M コネクト、コーラスいいねって。ほやろ、卒業、アクエリオ、命の名前、みんな空の下、愛を込めた花束を決めます。さよなら大好きな人、オーケストラ、かまど炭治郎の歌、じゃあライオン、だん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 心惹かれ、あ、おさっぴーさん、フル、ありがとう。ありがとうございます。今日も決めます。よいしょ、テクテテ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 、走った、寂しぐれにつまずいて転んだ、膝の傷を見て笑う君は、じゃあこれちょっとキーが合うかどうかわからんけん、じゃあ一回プラス3キーで歌ってみるね。はい、今日は栄光の架け橋を歌いたいと思います。リクエストありがとう。
けれど確かに歩んできた道だ。あの時思い描いた夢の途中に今も何度も何度も諦めかけた夢の途中いくつも今日はゆずさんの栄光の架け橋を歌いました。今はオリンピックもやってるということで選手の皆さんに少しでもエールをありがとう。あ、店長さん、秀幸さん、ようちゃん、店長さんありがとね。メダルに風船いただいてる。拍手もおさっぴーさんありがとう。
やっくん、ミラボー、リラクマさん、のりたまもミラボーありがとう。あーすごいのりたまいただいてありがとうね、たくさん。構成された猫さんもありがとう。ゆうすけさん、にじさん、のぶさん、ありがとう。あ、にじいろさんか、ありがとう。 MJ さんも、こんにゃくさん、ありがとうございます。あ、希望に満ちた空エッチ、ありがとう。店長も、店長さんもありがとう。では今日もありがとうございました。また明日お会いしましょう。おやすみ。5、4、3、2、1、バイバーイ。おやすみ。